たのですね、エミリー。どこかで会った？ある意味ではジェレミーの欲望の権限としてはあなたに知られていませんが、私は知っています。あなたはジェレミーということ？無意識な考えの表れで、存在については言えません。スペイン語なまりがあるわね。ここはどこなの？タロエラ？ええ、ここはタロエラの修道院です。ジェレミーがドクターグレイのカウンセリングを受けに来ます。現実じゃないのね。彼が見て読んだものです。あなたもいると？はい、私はホアン・ルイス・ホルヘ。彼は私の本を読み感動した。暗き者との契約を破るのを手伝ってくれる？彼は拒否します。彼は約束を守りたいのです。なぜ？どうして？契約の意味がわからない。デルセトの人々は悪を呼び寄せようとしていますが、それを防ぐため魂を暗き者に捧げたのです。そんなの意味がわからない。契約は夜明けに結ばれます。日が出ると彼は沈んだ砂漠の神殿に閉じ込められます。そして暗き者は悪をデルセトの中に留めます。患者やスタッフはどうなるの？何もできません。許せない。なぜこんなことを？他にないのです。好んでやっているわけではない。まだ始まってない。契約を破って彼を救う方法があるはず。デルセトのみんなのこともね。あなたの言う悪は何なの？わかりません。沼から現れた悪夢のような存在です。それは後でいいわ。先に彼を解放しないと。何？お話はおしまい？あなたからはいろいろと学べますね。彼の感情を無視するならあなたと同意できますよ。そう？もしかしたらあなたは彼を救えるかもしれません。修道院の図書館を調べてみてください。ジェレミーと暗き者の関係性を知るのです。ええ、一人ではないということは忘れないでください。暗き者も長い間書物を読んでいます。彼がここに？慎重に行動してくださいね。もちろん、わかってるわ。幸運を祈ります。エミリーが安心するジェレミーの夢に浸り、ホアンの隣インド菩提樹の下で座っていたいとどれだけ思っていても、彼女自身が残れないことを理解していた。彼女は図書館でジェレミーと暗き者が初めて出会った時の情報を調べなければならない。暗き者とは何なの？黒き太陽、星々をまたぐ追跡者、うごめく混沌。正直わかりません。私もジェレミーも彼が真に何なのかは。暗き者が俺に牢屋を提供し、それに同意した。暗き者と契約を交わしたんだ。これでみんな安全だ。俺以外は。Thank you.
何かが足りないわ。図書館は終わりがなく、綺麗で恐ろしい。ジェレミー・ハートウッドの精神世界のアカシックレコードだ。今では嘘をつく者によって彼に押し付けられた物語で破損している。科学と秘密によって呼び起こされる邪悪な存在だ。部屋を浮かせて彼の人格の基盤を閉じ込めることにした。鍵は悪事を企む者には見えない司書に渡す。
何かが足りないわ。何かが足りないわ。Thank you.
ようやくね。騒がしい大衆と夜を明かしたのは暑い秋で、彼は公民館を回り人々に恐怖を植え付ける旅芸人のようだった。イベントがあったニューオーリンズの住所は忘れたが、プレグスと運送会社が協力していたことは覚えている。エミリー、はあ、やめて。探し物はありましたか？後戻りできません。頭の中で彼が呼吸してるわ。来るべきでなかったです。あら、私の新しいお友達じゃない。さあ、一緒に飲みましょう。ルース、やだ、ハートウッドさん、私がいない間に遊んでたの？ルース、ここは何なの？どこなの？一度もマカビアンに来たことがないの？まったく、ハートウッドさん、少しは息抜きしないと。ニューオーリンズなの？誰もわからないわ。グランドパーラーに入ったらここに出たのよ。グランドパーラー？デルセトには戻れるの？なぜ戻りたいの？ここで一晩中飲めるのに。ジンフィズはいかが？ここがニューオーリンズなら進むべきかも。本にあったマジックショーを見つけるの。でも住所はプレグストとだけ。あら、ジェレミーが暗き者に出会った話？なんで知ってるの？いつも暗き者について話してた。私は羨ましかったわ。どうして？もし無限の力を持つ存在が現れたら、それの話は一応でも聞いてみたいわ。そうは思えないわ。耐えられないと思うわよ。失礼ね。私はそこまでか弱くはないわ。私は暗闇が好きで似合ってるの。プレグスト運送会社がどこにあるか知らない？知ってる。向こうにオフィスがあるの。どうやったの？運が味方したのね。それではエミリーさん。ねえ、叔父の居場所を知らない？ いえ、でも近いわ。ニューオーリンズはミシシッピ川の脇、デルセトの南東に位置しています。古い町で、フレンチクォーター、またの名をビューカレでは、裕福なクリオーリョが暮らしています。中心部には広く様々な人であふれた町があります。そこには港湾の労働者、無鉄砲なギャング、ジャズ狂いのフラッパー、そしてもちろん謎めいたブードゥーの信者がいます。夜にはデルセトの湖岸から水平線でニューオーリンズが残り火のように光るのが見えます。ブラックファラオを一目見るために、騒がしい大衆と夜を明かしたのは暑い秋だった。
彼は公民館のような場所を回り、恐怖を人々に植え付ける旅芸人のような存在だった。親父が好きな電気を使ったマジックを見れる場所だった。イベントが開催されたニューオーリンズの住所は思い出せないが、プレグスと運送会社が協力していたことは覚えている。エジプトの石棺がショーの一環として使われるという噂があった。俺はどうやってあんな重いものを階段の上まで運んだんだろうと思っていた。ショーの内容はほとんど恐怖で塗り替えられている。まるで何か恐ろしいものを隠すために麻痺しているようだ。確かなのは、あの夜以来暗き者の気配を感じない日は一日もなかったということだ。プレグスト運送会社。大図書館にあった本によると、ニューオーリンズのどこかでパフォーマンスをする興行師の手助けをしていたようね。それはなぜか暗き者とジェレミーの出会いに関係している。中で住所が見つけられるはず。